どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もテクニカル分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。え14日は、 アメリカ10年金利4.5%の壁。そしてつなぎ予算リスク。日本の方はドル円介入リスクと。まあ、神経質なままアメリカの CPI に突入します。まあ、引き続きレンジ相場という形ですが、今日は様々なチャートとか指標が全部まちまちなんですね。いかにまちまちかを考察していきます。CPI 通過後のニューヨーク市場によってシナリオはね、ここから分かれると思いますが、どっちに行ってもいいように現状把握のためにもぜひ最後までご覧ください。 それでは早速11月15日「日経22 5オプション考察」始めていきましょう。 はい。それでは、11月14日の相場外況からです。日経平均32,695円、110円高、プラス0.34%。トピックス2345.29、プラス8.67で、プラス0.37%。そして、グロース250ですが、672.37、マイナス5.69で、マイナス0.84%。まあね、日経平均とトピックスがプラスできているのに、グロースがね、やっぱりちょっと厳しい展開ですよね。そして、売買代金ですけれども、 プライムが3兆5448億円ということで今日も3.5兆ですからねしっかりとしていますスタンダード1472億円グロース1212億円とこちらもしっかりとしているという感じでね、まあ、売買代金的にはね本当に日本市場しっかりしているなという状況です次に恐怖指数ですがアメリカの VIX が14.79昨日15.09ですから、まあ、0.3ほど下がっていますそして日日経平均 VI は、まあ、今日 0.3%、0.4%それぐらいなんですが0.83下がってですね18.71と、まあ、これニューヨーク以上に日経平均 VI の方がボラティリティが下がってきているこれも今日1つ大きなテーマになるとは思います。 はい、今日は、えー、動画本数が気がつけば1000本を超えておりましたということで、先ほど気づいたんですね。よく見たら1000本超えてるわと。まあ、よくもね、1000本も作ったなと我ながら。はい、カブラボの方がすでに130本超えてるので、まあ、よく考えたらね、よく作ったと思いますが、本当にいつも見てくださってる皆様、ありがとうございます。えー、もうなんだかんだ12月で3年になるので、またちょっとしたら3、え ?3 周年 ?4 周年違う。3周年かなはい、になるんですけれども、まあ 本当にね、毎日見てくださってる方、ありがとうございます。まあ、引き続き、あのこの調子でね、やれるところまで頑張っていきたいと思いますので、まあ、お付き合いいただければと思っております。そして、こちらはですね、メンバーシップの方向けにメンバー質問箱というところです。こちらまだオプラボのメンバーシップのみでやっております。というのもですね、まあ,あ、本当にありがたいことに結構質問いただいていて、だいたいお返しするのに2日、3日かかっております。まあ、土日はね、方1日は休んでいるので、はい、なので、今日これ動画は ったらおそらく3通は返せると思いますのでちょっとねまだ質問回答来てねえぜっていう方もうちょっとお待ちくださいでこちらはですねオプラボメンバーシップのメンバーシップ動画の概要欄にメールアドレス書いてありますですからメンバーの方でねなんかちょっとコメント欄とかでみんなが見えるところで聞くのは恥ずかしいなみたいな本当に初歩的な質問でも何でも構いません気になるところはご質問いただければ私で分かる範囲はお答えをしますでまあ FAQ みたいにねやはり皆さん同じとこでつまる づいたり疑問に思ってらっしゃるんだなっていう気づきもいただいた質問で結構ね分かってきてるのでこれはまたいずれ動画にするかライブかなんかでお答えしていきたいなと思ってますので、まあ、あの質問の方もね遠慮なさらずにどんどんいただければと思います23日だけお時間ください はい、それではチャートの方から見ていきたいと思います。えまず日経平均の冷やしですね。はい、えー、っと、これは今日で大丈夫だよね。もうなんか似たようなところなので、なんか昨日のチャート貼っちゃったかなと思ってドキドキしましたが、32,695円。まあ、なんだかんだ。 しっかりしてるなと。まあ、五日線は全然割ってませんからね。あの、割ってるというか全然上ですから。え、五日線がまだ32,532円ですね。これ現物です。で、五日線も、あの、一旦下向いたんですが、また上に戻ってきてますから、引き続きこのあたりね、11月の頭。 まあ、FOMC のところでぐんと上がったんですけど、まあ、この辺りをあの底根に、ね、しっかりとした上昇はまだ短期上昇トレンド継続ですただ2日連続ちょっと陰線ではあるので、まあ、ニューヨークが強くって朝方日経平均も強く帰ってくるんだけど日経平均というか日本市場の,まあ、ね、あの前場もしくは後場にまあなんか上値が抑えられて。 え、こう下がってくるという動きを、まあ、二日やってしまってるので、まあ、ちょっと上根が重いというか不安な形ですね。下根は切り上げてるので、まあ、なんとなくね、上根がこう、まあ、それでも今日切り上がってきましたけど、まあ、三角フラッグですね。えっと、上辺、上の方は水平で、下が切り上がってくるみたいな、 えっと、三角フラッグみたいな感じ。これを上に抜けてくれるかどうかは、まあ、結果的には CPI 待ちという状況になっています。で、まあ、この動画を見てくださる皆さんはね、もう CPI の結果を知っていると、まあ、22時半ということで、夏時間終わると、CPI のね、速報とか、雇用統計の速報を動画に入れられないっていうのがちょっともどかしいんですが、まあ、あの、21時20分、まあ、1時間10分前ですね、CPI の。 引き続き、えっと、先物はそこからまたじりっと上がって32,790円ということですから、まあ32,700円から32,800円ぐらいはうろうろしているので、まああの10月の高値をじわっと抜けてはきてるんですね。ですからまあ c p i が本当に期待よりも悪い。まあ悪いというのはインフレがまあ0.1%とか予想よりもね、はい、コアが今4.1の予想ですけど、4.2とか出てくると とまあちょっとフ不揃ルルルという感じでね崩れてくるので、まあそれさえなければインフレに関しては目先ある程度落ち着いてきてるんでね、4.1か4.0コアでね出てくれば問題ないかなという気はしています。はい、でこちらは一目金行表、今度は現物。今日はねちょっと先物と現物行ったり来たりで申し訳ないんですけど、あのなんか上だよねっていうようなあの話と、いややっぱり上値重くってここから下がるんじゃないのというのと本当にねチャートも入り乱れてます。 ですからもう本当にこう見るものによって目先の判断がからあの変わってくるんですよねそんな中でやっぱりレンジ非常に不安定な中で、えっと、上も下も重いみたいなそんな感じかなと思っていますで一目均衡表の方これ現物ですけれども転換線がぐっと持ち上がってきましたえとはいえ3万2107円なんですねはいあの今日の時点でねで695円から見ると600円ぐらいまだ開きがありますただし雲を抜けてきました そして、転換線が、ね、基準線よりも上にいて。 で、えっと、雲の上にロウソク足があって、地高線もロウソク足を抜けてきてますから、これ今、三役好転のままですね、なので一目均衡表、冷やしベースもまあチャートはしっかりとしている、で、雲のねじれで、この時は下げたんですけど、雲のねじれを通過して、ですね一旦このままね下げるのかなと思いきや、反発してきているので、まあ、そういう意味ではね、なんかこう底堅いまま行ってくれそうな感じもする、一目均衡の冷やしチャートだけ見てると、えー、なんとなく底堅い感じはします。 で今度は、えっと、新型 MacD ですね、これ、昨日からお話をしておりますが、これも先物なんですけどね、新型 MacD、昨日から引転してきています、でも株は上がってるんですね、11月の、えっと、6日ぐらいから、まあ、ぐーっと株価は下値を切り上げて、でも、 新型 MacD の方は、この辺、要線ではありますが、ヒストグラム切り下げて、陰転に入ってきてると、これ完全に逆行なんですね、ダイバージェンスです。で、これは RSI の,、SI、の時も新あときも、MacD の時もそうなんですけど、ダイバージェンスですね、逆行するときは、基本的に株価の方がこっちに合わせてくるということが多いので、そういう意味では、このあたりでね、 ちょっと CPI をきっかけに下がるようなことがあれば、この新型 MACD が下落に向かってきていると。ただ、これ赤いんですけど、値自体はかなり上なんですね。新型 MACD の,の値がね。だから、引転はしてきてるんですけど、そ、まあ、底がたい。ダイバージェンスは起こってるんですが、もうちょっと先かもしれないと崩れてくるのがね。はいまあ、そんな状況なんですが、まあ、一応でもダイバージェンス出てるので、これ上値、ね、ここからぐんぐん上昇、安泰という形にはなってないかな。だから、チャートによって本当にね、 が期待できるのともうそろそろ下を警戒したいっていうのとやっぱり入り乱れてるんですねでじゃあダイバージェンスっていうところでいくと RSI なんかがねあの注目なので久々に RSI のチャートを持ってきましたが RSI はですねこれ10月31日まあここ FOMC ですねでぐんと先物も,も上がったんですけれどもこっから RSI がちょうどねこれんとこれ ゴールデンクロスしてるんですね。RSI がシグナル、移動平均をゴールデンクロスしています。はい。なので、まあ、RSI の私の見方はですね、このバーを下抜いて戻ってきた時ですね、が、えっ、ー、と、反転上昇。もしくは、この黄色いところをゴールデンクロスしたところ。ね、どっちかが、えっ、ー、と、上昇の、あの、まあ、2段階のサインだと思っていて。で、今回10月31日は下をね、ぶち抜かなかったんですが、ゴールデンクロスしたところを起点にグンと上昇してるんですね。 でまだ RSI は上昇してるんですけどこの上オーバーシュートしていません。でかつ RSI のの向向ききと株価の向きも これ、あの、ダイバージェンスになってないんですね。逆行現象になってませんから、RSI 的にはまだもうちょっと上に行っても全然おかしくないのかなという気がしていて、こちらはまだ下値切り上げながら、上、短期的にもうちょっと上目指せるんじゃないのというチャートになってます。はい、で、こちらは ATR ですね、また現物なんですが、えっと、もうちょっと長期の目線、これも連日見ておりますが、しぶといですね、毎日3万2400円、3万2450円、3万2000、明日530円という形 バンバンバン切り上がってるんですが、まあ、株価はまだそこを割らない今日も六も695円ですから。 明日、ここの紫のラインが3万2530円ぐらいまで上がってくるんですが、それでもまだ170円ぐらい余裕があるんですね。ですからまた今日の CPI で少し上に行くようだと、本当に10月4日を起点にした上がって下がってですけど、また上昇トレンドに戻ってきているこのラインに沿って、えスルスルスルっと上がっていくかもしれないという状況になり、まだね、長期これ上昇目線なんですね。はい、中期も長期もまだ上昇なんですよね。で短期も多くの チャートがまだ上なんですよそろそろ天井だよって言ってるチャートはいくつかあるんですが、えっと、ショートだよっていうサインにはなってないので本当に恐る恐る下値を切り上げてるみたいな状況なので、まあ、CPI によるんですけどね CPI で崩れなければこれボラティリティを下げながら下値を切り上げていくと。 急騰っていうのはちょっと考えづらいなとは私今思ってるんですが、それでもね、1日100円ずつ上がるとか、一旦400円上がって300円下がってみたいな、そういうことをしながら、実はこういう感じでね、じりじりと切り上がっていく。まあそういう試合いになりつつあるので、CPI で大きく動かなければその目線でしばらくまだ見ておく必要があるかなと。で、こちらは VI ですね、ボラティリティがやっぱり下がってるよということで、こちら VI 先物の,の21時半、19.00ですね、まあ200日のまだ上なんですが、 もう本当に急降下下10月のだからまあ1日の値幅もそんなに上も重いけど下も硬いと、まあ、こういう状況がまだ継続していますまあイベントとかねあの指標で大きくどっかを起点に動くいつまでもこういう状況にはならないどっかで動くのでまあそれが今日になるかアメリカの SQ になるかもう一つ先になるかっていうのはちょっと分かんないんですがただ日経 VI で見てもね冒頭でお話ししたい 今日はも下がっていてい、まあ、こちらもまあ先物がこうですからね、ここがちょうどこの見えてる範囲ですけど、はい、この原資産の VI ですね、これもぐっと下がってきています。で、えっと、株価の,あの値幅から見る ATR もぐっと下がってきてるんですね。こっちはオプションのインプライドボラティリティから計算されてるんですが、まあ、同じようにボラティリティは今下がってきてますから、えっと、かなりその指標とかでね、あまり大きな振りがなければ、 こう、じりじりと、上も下も硬い。まあ、ずっと言ってますけど。で、ボラティリティが低いと、え、こちらいつも見ていただいてるケルトナーチャネルとボリンジャーバンドなんですね。ケルトナーチャネルで連日、まあちょっとオーバーシュートして、髭は上にね、ぶち抜いて2シグマまで行ってるんですけど、まあ結果的に終わり値はケルトナーチャネルの内側ですね。これあの、ボラティリティが縮まってくると、基本 ATR、 で作ったケルトナーチャネルの方がボリンジャーバンドの2シグマね上と下プラスとマイナスの2シグマの内側に来ます内側に来てる時っていうのは基本的にボラティリティがちょっと縮まってきている時ということなのでこの展開だとなかなかですねケルトナーチャネルがやっぱりレジスタンスになっていてまああの1週間以上 なんだかんだだか上値はこの紫ドットの上を越えられていない、こちらが今日の先物の,の時点、21時33分、3万2831円なんですね、780円ですから、あと50円というところまでは迫っているんですが、ここ上抜けれるかどうか、結果的には CPI までお預けなので、ここもね、CPI で上に抜けるかどうか、抜けた場合は、 まず2シグマの33,155円ぐらい。ここぐらいまで。だから300円ぐらいスポーンと上がるかなと。ただこのあたりで一旦ね、プラス2シグマあたりで抑えられるかなと。ただ今ね、2シグマ、3シグマ、急激に上に向かってるんですね。下はそんなにまだ上に向かってないんですけど、上の方のプラス側のシグマが、まあ、ぐーっと上がってるんで、まあ、なかなかね、どんどん上に逃げられるので、あのレジスタンスのハードルが上がっちゃって。 ってななかなか超えるのがが難しいいと思いますが、まあ、ただね紫のドットを抜けると、西グマまでは行きそうだというふうに見ておいた方がいいかなと思います。で、アメリカの方ですが、こちらももう CPI 前ですから、なかなか動きづらいという状況だと思います。4.62ということで、まあ、ここ1週間以上ずっとこの辺りですね、4.5から4.6で動いてくれていて、でその上の 25MA がまさに今4.75なんですね。だからまあ私はを10年近 利が超えてくると、まあ、株式市場にとってやっぱり目先厳しいという話をここのとこしているんですが25日線さえ超えてくれなければ、まあ、少し安心かなとで目先ね、ね期待インフレ率が2.31まで下がってるんですね。これ9月の1日からガーッと 上がって下がって、またぐっと上がるという形で、ちょっと目先、インフレが進んで、ですね期待インフレ率が上がってしまって、名目金利も引き上がるという形だったんですが、直近はですね、特に11月以降も、期待インフレ率がずっと下がってます、ですから物価が下がっている状況で、今日 CPI なので、この流れ通りに、ですねまあむしろ予想よりも0.1%ぐらい下がってる、コアインフレが4.0とか出てくると、少し市場は安心して、金利もちょっと下がると。 まあそうすると一般的に考えればドル円もちょっとね、ドルが売られて、少し落ち着くのかなという気もしなくもないですが、ちょっとね、この、その流れが今日の CPI で期待できるかどうか、ただ、イールドスプレッドは、金利が横ばいで、株価はちょっと上がってきているので、これ、どんどんまたね、0.43なんですね、昨日0.42だったし、昨日というか金曜日ね。ということで、0.4だとなかなかね、株価、 上がれないので金利がストーンと下がるか株価がドスンと下がらない以上ここが改善しないので今の金利水準ですね4.6とか4.7ぐらいまで向かわれるとまあこれはもう一段株価下がらないとですねもうこれ理論上なかなかありえないような数値になってくるのでこの金利 金利の水準だと、まだね、株、そんなに上値はないという気はしています。アメリカの方ね、いいとこまで戻ってきたんですが、ここから一段高できるかというと、なかなか金利がもう一段下がらないと、そして金利がね、4.5から4.6ぐらいで高止まりしそうな気配なんですね。だから CPI でも、まあね、4.1とかコアで出てしまうと、ここが横ばいのままなので、まあ、株式市場にとっては、ここから一段上っていうのは厳しいかなと。下は硬いけど、また上も重いという展開は継続しそうかな でこちら CFD で見ても、ですねこれ、あ、また先物って書いちゃってますね、すみません、これ、S、S&P500 の CFD です。で、21時38分現在なんですけど、そうですね、はい、4415ということで、昨日の終わりにもうぴったり、これなんか動いてないのかな、壊れてるのかなと思ったぐらい動いてません、これ、夕方から1ミリも動いてないんですね。で、まあ、一応9月の1日、15日ぐらいで取ったものを右に伸ばした、えっと、ちょっと緩やかな方の上値切り下げのちょうど、 ちょうどそこでぶつかっているので、まあこれはも CPI 待ちだと思いますが、このあたりで上に行くにはね、さっきの金利との絡みで、まあ、もうちょっと金利下がらないとこっから上はね、まあ、なかなか決算もね、まあまあ予想通りぐらいでしたから、やっぱりなかなかね、 この上に吹き上にきげる原動力はなないかなここまでは来るけれどもという状況かなという気もしていますただし日本市場的にはですね決算としてこれ EPS ベースの話ですけど順調というかもう好調のまま終わりそうなんですねもうこちらこれはまあ昨日のねあのそのまま持ってきましたがえ今日340ごめんなさい今日5 0発券の決算が出てもうこれで終わりです はい、もう明日以降は4件とか5件とかないので、14日で決算が終わりました。で、今日これ14日に出てきてるので、13日までの決算の EPS が反映されて、なんと2221円。昨日からまあ連続2円ずつ上がってるんですね。2220円をなんとかキープしたまま、もうこれ、 今日の決算が、まあ、明日出てくるとほぼほぼ反映されると思うので、2220円をね、これ維持したまま終えてくれると、15倍で33,315円、15.5倍で34,425円。 ということなので、もう15.1倍では3万3500円を超えてきます。ということで、まあね、この PR からいくと、これぐらいまでは、まあ、もっと言うと15.5倍ぐらいまでは、ちょっとムードが良くなったり、年内ね、リセッション懸念もそこまで膨らまずに、まあ、意外とね、クリスマスラリーというか、ニューヨークも強いぞという形になってくると、これ PR ベースでね、15.5倍まで買ってもらえるようなムードになれば、ちょっと前も15.5倍でしたから、別にね、特段不思議なことではない。 そうするともう3万4425円ということで、3万4500円水準、これ12月3万4500円ぐらいまでは、単純に算数ベースで全然あるなと、でまあ、ここまで行くにはもう一段、少しね、買う材料というか、理由が必要かなという気もするんですが、15.1倍、まあ、3万3500、6円ぐらいまでは、もうすっと上がってもおかしくないので、まあ、CPI とかアメリカの SQ 通過後も崩れなければ、これはまあ一旦ね、12月の前半ぐらいまでに、 3万3500円を抜けるような展開ってのは十分あると見ておいた方が個人的にはいいのかなという気がしています。 はい、ここからはオプションの手口ですね。まあ、ちょっと今週暫定的というか、まあ、こうやってデータを積み重ねながらね、見えてくるものをご紹介していこうと思ってますので、まだちょっとこれで本当に見えるのかわかりません。これ毎日言っておりますが、なのでまあ話半分にでもね、まあでもこういう感じなのねっていうところだけ見てください。でまあ昨日に続いてもう一度言っておくと、この JPX の月曜日の棚卸会時だけは売りと買いの枚数をしっかり出してくれてるので、ここだけは買い越し売り越し がはっきりしていますということで3万2500のプット海外税1005枚売り越しだったっていうのが分かってですねまあここよりもね3万2500よりもプット売りですから3万2500よりも上を見ているのかなと本当にここだけですけどねはいでただし日々の開示は売りと買いの枚数合算ですからまあここでわかるのはこの格子価格ができたかというかね売り買いが交錯している枚数多いまあ非常に カロリー高く売買されてるとこだと。 ただし、3万3000とか3万3500円みたいなメジャー公式価格帯が増えるのが当たり前なので、まあ、ちょっとね、どこまでっていうのはありますが、で、まあ、そのあたりを含めて予測をするとね、まあ、なんとなく海外勢全体としてはコール買いのプット売りになってる気もして、まあ、そんな中株価がスーッと上がってきてるわけですね。3万2700円ぐらいまで。はい。というところで、えっと、直近はね、特に今日は3万3250のコールサイド4000枚の売り買いです。で、プットサイドやっぱりね、ちょっと枚数が出てないので、 であのコールの半分以下ですよねね雰囲気は、ね、だからやっぱりちょっとね上目線が、まあ、ちょっと CPI がありますけれども一旦は下値を切り上げながらというところで、まあ、3万3000円よりも上でそんな中3万3500円っていうところが枚数が多いし今日は3万3250円のところがぐっと増えてきたので、まあ、これがね売り買かかいで話がガラッと変わるんですけど、まあ、CPI に向けて。 まあこれはある程度ね、しっかりと、急騰というよりはしっかりとというところで、ちょっと上目線のボリュームが増えてきたのかなというような予測で今ちょっと見ています。はい、次にゴールドマンですが、まあ、ゴールドマンね、全くトレードしていません。はい、ネタを与えてくれません。ということで、うんとまあ全体的なあの月曜日のボリュームね、開示ボリュームからこれ32,500のプット。 え買っっっててたたととこころがゴールドマンだったってことなんですね1,395枚の買い越しですから、まあ、これだけ見ると一応今のところね S q に向けて32,500円よりも下という目線かなとでそんな中3万3,000に1,050枚これが買いなのか売りなのかがちょっと分かりませんがいずれにしてもですね、まあ、若干こう下。 上か下でね、あのどっちかというと、大きくこの3万2500円よりも、上か下に少し動きが出るんじゃないかと見ていると、勝手に予測してますが、まだ枚数が全然出てないので、な、ま、ん、あ、とも言えないですね、ゴールドマンに関してはね。はい、次にアムロです。アムロは、うんと、そうですね、うん、と枚数的にはね、今日もそんなに多くないかなと、アムロにしてはね、売り買い合算しても4桁が1つもないですからね。はい、なので、今日はちょっと、 あんまりあのこれ、売りと買いが相殺されて少ないではないですからね、売りと買いの枚数を単純に足しても1000枚超えてる格子価格がないので、まあ、今日はちょっとアムロにしてはおとなしいなというところと、まあ、全体的にはです、ね、こっち、プット売りのコール買いですから、やはりアムロも3万2625円の水準よりは上かなとで、そんな中、少しコールの方が枚数がやっぱり多いので、少しね、3万3000円も上に向けて、ちょっとコール買いを積んでるんじゃないかなと。 という予測でありますこれは、えっと、縦玉として売り買いが分かっているところを手がかりに枚数入れるんだったらちょっと上かなっていう感じで言ってるんでね。はい、であとはですねまあチャートとかも見ていくというところで考えてますがまだね SQ 始まってすぐですからあのチャート見てもまだあのこの辺のところは値段高すぎてですねこっからどう動くかっていうところまでまだまだ予想しえないので、まあ、ちょっとチャートはねもう少し。 はい、S q まで2週間ぐらいのところから、一番このあたり残高が積み上がっているところに対してどうなのかっていうのを見ていこうと思っています。はい、最後は先物ですが、こちら投資の森さんで、まあ一応ね、取引量として合算して、これグラフ付きでわかりやすいので、先物はこちらを拝借させていただこうと思っております。 で、これで何が分かるのっていうところなんですけど、うんとね、まあ、とりあえず、S q まあ、日本の S q 明けっていうのは、いわゆる第3週目なんですけど、全体的に先物の,の取引量は減るんですね。ただ、それにしてもですね、今週かなり減ってるなという気はします。えこのあたりね、10月の中旬とかえ、9月の中旬、もうこれ9月は12月切りに変わった後なんですけどね、このあたりね。はい、少ないんですよね。うん、なので、まあ、第3週目は、うん、少なくなる先物ベースではちょっと落ち 落ち着くというのは、えっと、毎元月通りなんですが、まあ、それにしてもね、ちょっと少ないかなというところで、先物ベースでの取引量はそんなに活発ではないという中で、株価もレンジですから、まあ、何か先物で上下大きくっていうのは、ちょっとね、あの見えないかなと。で、えっと、ゴールドマンがいくらとかっていうのは、あんまりやっても先物に関しては、もうそれこそ全くわからないので、一、まあ 全体的なあの先物の,のムードだけを見るという形で、えっと、今月は、ね、進めようと思ってます。で個別で見て何かちょっとつかめそうだったらおいおい入れ込んでいくのでその辺はもうちょっとお時間ください。 はい。ということで、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね、CPI があるので、投資研究法を出すかどうか迷ったんですが、いずれにしても、まあ、私は CPI でそんなに大きく動かないという予想で、ボラが低下傾向変わらずという1週間ですね。まあ、もしかしたらアメリカの SQ の直前、木金あたりで少しボラが跳ねるかもしれませんが、でも、まあ基本的にはね、ちょっと落ち着くんじゃないかと、CPI でよ、よほど予想外の結果が出ない限りは、まあね、はい、あの、下がって、 はいということで今日の動画も役に立ったぞそしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひポチッとよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね